松浦真由美は j、JA、a x 有人宇宙ミッション本部の元フライトディレクター、主幹開発員、日本初のフライトディレクターとして国際宇宙ステーションへの希望や HTV の打ち上げを担当した。2019年現在は JAXA 追跡ネットワーク技術センターさ、システムプロジェクトチームのプロジェクトマネージャー、旧生は戸村、1965年埼玉県草加市生まれ、 小学生の頃より宇宙に興味を持つ宇宙船ヤ山とや銀河鉄道39の影響もあったとされる。カール・セーガンの科学 TV 番組コスモスを見て将来は宇宙関連事業に参加したいと夢見るようになった。埼玉県立越谷北高等学校時代には女子南式テニス部に所属した。1986年に東海大学短期、 大学部電気通信工学科電波工学コース、卒業。筑波宇宙センターと H2 ロケット1986年、当時の宇宙開発事業団へ、女性技術者第一期生として入社する。松浦が女性技術者第一期生だったのは、その時期に男女雇用金等法が施行され、ナスダでも女性技術者を採用する方針になったためである。 中央追跡管制所に配属され、茨城県筑波市の筑波宇宙センターの筑波、中央追跡管制所で人工衛星の追跡や起動、姿勢の計算及び制御計画、ロケットの追跡等を6年半ほど担当する。1992年からは、打ち上げ管制部の車上運用課に勤務する。1994年8月28日に、打ち上げられた H2 ロケット2号機では、 約250名の技術スタッフの中で女性は松浦一人だけであった。打ち上げ当日、技術スタッフは打ち上げ班と追跡班に分かれるが、松浦は追跡班に所属し、レーダーで H にロケットを追跡する作業に従事した。打ち上げが失敗した場合、ロケットに爆破指令を送信するかどうかの判断にも加わった。 緊張で意外た分ですと当時の松浦は語った。希望の外観国際宇宙ステーションに固定された希望1998年より宇宙環境利用推進部に転属。当時の宇宙開発事業団は2004年予定の希望の打ち上げを見据えて打ち上げを管理するフライトディレクターの要請を急いでいた。希望は日本初の有人宇宙施設であり、 そのためにフライトディレクターが必要になった。フライトディレクターといっても、日本では初めてのことで、その業務内容や定義も不明なことが多かった。当時主任開発員だった松浦は、JAXA のフライトディレクター候補者10人の一人として選ばれる。2000年35歳の時に、同じくフライトディレクター候補に選ばれた、あずまさとともに、 ヒューストンで半年交代でフライトディレクターの訓練を受ける。松浦の研修は10人の中では最後の同年3月より開始され若田光一らが乗るスペースシャトルや国際宇宙ステーションでの船外活動でトラブルが発生した時もテキサス州のジョンソン宇宙センターのフライトディレクターであるチャックショーの横に座ってリアルタイムで指導を受けた。 2005年10月から希望の本格的な完成訓練を始めたが、はじめは異常の警告が出ても即座に対応できず、そのうちに警告があちこちに広がって、お手上げ状態になってばかりだったと、松浦は後に語った。2007年1月、松浦は、東ずまさととともに、希望フライトディレクターに認定され、日本初のフライトディレクターとなる。 二人が受けた訓練は1998年から9年間に及んだ。JAXA は松浦と東角に続いて希望打ち上げまでにさらに3から4人のフライトディレクターを要請するとした。松浦は日本初のフライトディレクターとしての責任ついてスポーツに例にして第一走者の私たちが倒れたら後にどんなエースがいても優勝できないと表現した。宇宙開発における フライトディレクター準備、STS-127 で、スペースシャトルエンデバーで運ばれてきたの、船外プラットフォーム。取り付け作業中の船外プラットフォーム2007年1月までに、希望の主要設備が、日本国内で完成した。希望は、国際宇宙ステーションへ3分割して3回に分けて、国際宇宙ステーションへ運ばれる計画で、 最初に打ち上げられる船内保管室の区画も近くアメリカに運ばれる予定であった。2008年2月に実験室本体、2009年1月に船外プラットフォームを国際宇宙ステーションに運ばれる計画だった。2007年2月から希望の完成業務のために宇宙航空研究開発機構、つくば宇宙センターに新たに作られた。 運用管制室で松浦と東角の研修が始まる。研修は NASA と合同の訓練も含まれ宇宙空間での希望の建設作業や実際に行われる無重力を利用した実験の支援など地上から希望の運用をコントロールする手順などが確認された。打ち上げと組み立て最初の打ち上げはスペースシャトルエンデバーが使用され2008年1月の 予定であったが、諸事情によって延期され、2008年2月14日の予定になった。しかし、それもその前のスペースシャトルの発射トラブルで延期され、最終的に3月11日打ち上げられた。日本の宇宙飛行士として、ドイタカオが登場した。ドイタカオは、日本人初の船外活動である1997年に、続き、2度目のシャトル登場であった。 つくば宇宙センターの希望運用管制室も3月11日より地上管制を開始し、松浦が主担当フライトディレクターを務めた。土井空飛行士はスペースシャトルのロボットアームを操作して運んできた船内保管室を国際宇宙ステーションの仮設位置に固定した。第2便では、東ずまが指揮を取り、実験室本体が宇宙に運ばれた。 希望の管制業務、希望から管制室に送られてくるデータは1万4000項目。その中に異常データがあれば管制官はそれを瞬時に把握して原因を理解し、一過性の異常なのか、深刻な事態へ発展する異常なのか判断して指示する必要があった。実験室本体が国際宇宙ステーションに接続されると空調の警報が鳴った。原因は、 宇宙飛行士らは綺麗で広い実験室に喜んで全員が希望の実験室に集合していたことであった。想定を超える人数が実験室に入って談笑していたので設置されている空調設備の処理が追いつかず湿度などが異常値を示したのであった。このように打ち上げた後もつくばの管制室が希望を管理、監視する管制業務は続く。通信や 電力の状況、室内の温度や気圧などについては、各15から25人の5チームが、1日3、交代体制で24時間365日、監視する。希望の完成業務は24時間体制であり、世界標準時間が基準となっており、3交代制で、8から16時、16から24時、0翌朝8時までという時間割で、 シフト勤務体制が組まれている。特に0から6時の深夜帯のシフトで業務に入る時は昼間に睡眠をとって体を適応させておくなどの時差対策が必要であったが子供になぜ昼間から寝ているのかと不思議がられるなど家庭との両立に苦労があると述べている。h 2 b 号機で打ち上げられる h t v 号機国際宇宙ステーションに接近した。 HTV5 号機2011年、松浦は HTV プロジェクトチーム移動し、2012年にはコウノトリフライトディレクターに認定される。2014年には有人宇宙技術センターに移動し、コウノトリ及び希望のフライトディレクターとして業務に当たる。宇宙ステーション補給機のフライトディレクターは3名おり、その中には2008年の宇宙飛行士選抜試験の ファイナリストの一人である内山隆もいた。松浦は2015年8月19日に HIIB ロケット5号機で打ち上げられたコウノトリ5号機で主担当フライトディレクターを務めた。コウノトリ5号機には直前にアメリカとロシアの補給船が相次いで打ち上げに失敗したために国際宇宙ステーションに届けることができなかった緊急物資として 水再生システムの交換部品や生活物資の 210kg が HTV のレートアクセス機能を活用して積み込まれた。筑波宇宙センターでの松浦の完成によって国際宇宙ステーションに接近した HTV を国際宇宙ステーションに第44次長期滞在で滞在中のユイカメミヤがロボットアームを操作して破した。NASA のヒューストンでの更新チーム代表に 若田孝一が加わり、3人の日本チームでの作業となった。25日午前2時28分、国際宇宙ステーションとのドッキングを完了し、HTV に積載された水や食料、生活物資、実験装置など、約5.5トンの貨物の積み出しは、同日午前11時半頃開始された。松浦は、日本チームで成功できたのは感慨深い。 日本人同士通じるものがあり、やりやすかったと取材に答えた。ゆいかめみやは、松浦まゆみのことを、姉気分としてしたい。その災配には、高い信頼を置いているとされる。ビセス,スペースガードセンター2015年、追跡ネットワーク技術センター機動力学チームに移動。2016年、さシステムプロジェクト発足に伴い、弱者追跡ネットワーク技術センターさ、 システムプロジェクトチームのプロジェクトマネージャーに就任、文部科学省との宇宙ゴミの監視体制を議論する会議にも参加している。岡山県茨城に設置予定だった微生スペースガードセンターを立ち上げ、デブリの監視、観測体制を確立させるプロジェクトを指揮する。JAXA が低軌道で運動する人工衛星は2018年現在10機が運用中であるが、 それらは常に低軌道を中心に漂う約2万個の宇宙ゴミとの衝突のリスクにさらされている。2007年1月には中国が自国の人工衛星をミサイルで破壊する実験を行い宇宙ゴミの数が飛躍的に増えてしまった。2016年度にはアメリカからの衝突警報に基づき人工衛星の軌道を5回修正して衝突を回避した。2019年現在 微生スペースガードセンターに設置されているレーダーでは大きさ1六メートルまでの宇宙ゴミしか捕捉できずそれ以下の宇宙ゴミの接近についてはアメリカからの情報に依存していた二千二十三年号目途に微生スペースガードセンターのレーダー施設に隣接して高出力高感度のレーダー設備を新設し特殊な信号の処理技術も採用し既存のレーダー設備の約二百倍の 宇宙ゴミ探知能力を持たせる計画になっている。防衛省が計画している別のレーダー施設とも連携する予定で、これにより低軌道で周回している10センチ程度の宇宙ゴミの監視が可能になる。松浦は日本の重要な衛星を米国に頼らず日本で守る体制が必要だ。新レーダーはその第一歩だと説明した。ありがとうございます。